さあ兄弟対決、いきなり実現、末永雅雄先行、後追い末永直人。さあどういう走りになるか、土砂降りの中、この奥行きの特設コース、青いマシン D-MAX。 まずは雅雄、そして後ろから直人、ずーっと降りてきたところ近い、これは取っている、これは取っている。さあさらに寄る、さらに寄る、さあ2セクで寄る、2セクで寄る、1セク2セク取った。さあそして振り返し、ここからの S 字。さあ両者両者ギリギリのところで、さあもう一度もう一度4セクで近づきたいところ、あっとコースアウト、ギリギリ危ない、大丈夫か、末永雅雄離れた、それに対してちょっと離れてった。さあ両者スタートしていきます。今度はリンロン、白いマシンが前、後ろから青いマシン D-MAX。 末永雅雄、さあ捕まえている末永雅雄が、あー兄直人出てくる、当てる、ガーンといった、こらえた、こらえた直人、もう一回行く、もう一回行く、もう一回当てていく、これは弟のすごいすごい兄に対する必要なる攻撃、いきなり殴りかかった。いやここは近い、ここは近い、さあスーッとスーッと寄っていく、寄っていく、生き残りがない状態ぐらいに寄っていく。これで勝敗がイーブンになりましたね。あそうですね、ナンバー46末永正雄。いやーすぐに実現になりました、 D-MAX 対決ということになります。横井正史 VS 末永正雄。横井にとっては後ろから来る車は去年自分が乗っていた車、あれ、さあ降りてくる、ちょっと置いてかれるぞ、れさあ横井が来る、横井が来る、ここはちょっと離れている、あさあ横井が思いっきり速い、いい角度、そして末永正雄が追いかけるが、ここはちょっと離された、うわー白い煙、白い真っ白、2台の難関の煙。末永正雄が前、後ろから横井正史、圧倒的なリードを取った横井正史はちょっと不調の末永正雄のマシン、様子を見るしかないということになるんでしょうか、はい、さあ降りてまいります、ある程度の距離、ある程度の距離、それでも近いところ、まずは末永正雄、そして後ろから、いや横井正史の同じカラーリングのこのマシン、さあスーッと今度は抜けていく、しかし小橋正則。さあいよいよ6位目、対戦としては初の対戦ということになりました、末永正雄 VS 小橋正則。今乗りに乗ってるランキング1位小橋正則の後追いはいかに、いや近い、いや近いところ、ものすごいのから入っている、いや飛び込んでいる、末永正雄に対して小橋正則、恵比寿張りのその走り、すごい、恵比寿だけじゃないよ、今度は小橋正則先行、後追い末永正雄、これは末永正雄とにかく近づかなくてはなりません。小橋に対して思いっきりと飛び込んでいけるか、思いっきり振ってくる小橋、それに対していや距離がちょっとある、あ入れない、入れない、小橋が逃げる、小橋が逃げる、いやこれ小橋が逃げ切ったか、縮まらなかったですね、距離入れなかった、いやノリノリですね、はい、いやというところ、田所義文。さあいよいよ7組目、末永正雄先行、後追い田所義文です。 D-MAX-S15 末永正雄対するは AE86 田所義文。さあまずは一気に上げた、上げかれた、ここは一気に末永正雄が行く、さあここはゾーンを外してでも行っていく、大きな流れ、最後では近づいた、キューッと近づいたですね、田所先行、後追い末永正雄。さあこれもう田所がミスをする、はい、さらには末永正雄が寄っとく、痛みたりいかないと、はい、両方こういったところを兼ねればもちろん逆転はありますが、ずっと入っていく、さあどうだどうだ、近いところにはいる、さあしかし田所残った、田所残った、ギリギリのところで残った、さあよりポイントは、いや末永正雄ここでの見たかった、末永正雄。さあベスト16、2組目、宇都宮明典、サイルンカラー S15、 そしてその横に D-MAX-S15、 末永正雄が今スタート、まずはサイルンカラー宇都宮の
先行で後ろから追いマシン D-MAX、 末永正雄がどうだ、最初どうだ、最初内海がいい振り出し、きっちりゾーン通過、いやそれでも近いところに来ている、さあどうだ、ぐーんと寄っている、割といいところまで来ている、来ている、来ている、さあこっから、こっからさらにさらに末永正雄、青いマシンがサイルンカラーのこの横に食い込んでくることができるか、椅子に近いところ入った、さあいいところまで寄ってはいる、これはこれは末永正雄、末永正雄だいぶ寄り切ってポイント、それに対して内海明憲がどこまで遊びポイント寄せることができるかどうか、離れたくないところ、まずは最終コーナーの飛び出し、この辺りでどうだ、ちょっと離れている、いや離れている、まずは末永正雄を思いっきり振っていく、そして小さいところ行って内海が寄りたいが、寄りたいがまだ寄れない、まだ寄れない、さあ S 字に降りてくる、 S 字に降りてきた、ヘアピンに向けてどこまで内海明憲寄せることができるか、いやこれはまだ寄れない、イングは小さいところ、最後も寄り切れてない、末永正雄です。カーナンバー46、末永正雄。さあベスト4進出をかけてベスト8の一組目、中村直樹先行、後追い末永正雄、ピンクのマシン中村直樹 S1 号、後ろから青いマシン D-MAX から S1 号末永正雄、さあ両者とにかくいいところ、いい走りを見せたいという思いは一緒だ。 S1 号の後ろ回転、まずは中村直樹のスピード、それに対して末永正雄はどうだ、角度をつけながら、まだここは入れない、いやー突き抜けたね1コーナー突き抜けは末永正雄離れた、これはミスだ。さあ先行中村直樹関係なく引き離してゾーンを通りながら今フィニッシュ、スタートしていこうというところ、今シグナルがブラックアウト、最終コーナーまずは青いマシン末永正雄先行、そしてその後ろからピンクのマシン、いやー中村直樹近いところで狙っている、うわ当たった、当たった、戻った、壁に激突は中村直樹、いやーここはそれでもまだ走っている、思いっきり当たってった、さあこれは末永正雄まだ逃げ切るチャンスがある、しかしどんどんと追ってきた中村直樹、この辺りも、いやこれもちょっとおかしい、ギリギリこの1点が効いてん、カーナンバー46、末永正雄。さあこの両者の対戦、元は RA 山宮ドライバー2人というところの対戦ですね、自分が乗ってた車を、ね、そうです、はい、いうところもありますが、まだ松井幸男ホールモーター RX7 が前、そして後ろから D-MAXS1 号、末永正雄、さあここはまず松井が思いっきりいい状態で返していく、いやー末永正雄もついていくが、違うところ行ったね、なんとか持った、ギリギリのところ、ギリギリのところ戻ってきた、危ない危ない、さあ S 字を降りてくる、まずはミドレルマシン RX7、 松井、そして振り返して末永正雄、ここは寄ってる寄ってる寄ってる、さあきっちりと最後寄ってった末永正雄、末永正雄は先行のキリングしかない、ここまで一つの得点伸ばすことができるかどうか、はい、それに対してフォローター RX7 松井幸男、さあどういう後追いを見せるか、末永正雄返していく、深いところ、スーッと、いや入ってる、入ったね、入ってる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 、さあ打点だった、なんかずれたぞ、ちょっとずれた、ちょっとずれた、松井幸男かなり近いところ行ったんですが一旦離れます、さあ S 字降りてくる、振り返し、いやここはつらい、最後も後追いポイントが取れていない、松井幸男、あれマックス対決になりましたね、末永正雄。さあ同じカラーの2台が今スタート地点に並んでいる、いよいよスタート、ベスト8の2組目、横井正史先行、は遠い末永正雄、さあまずは最終コーナーから赤いリップのこの横井正史のマシン、グリーンのリップの末永正雄が今飛び込んでくる、このスピードはここは横井が速いところ、しかし末永正雄も、いやー D-MAX ツインドリフト状態、さあこの煙の中、どうだ、ちょっと角度が戻りそうなところ、末永正雄やっぱりちょっとこの立ち上がりで置いてかれたか、しかしもう一回 S 字、
振り返してエアピン飛び込んでいきたいところだ。しかしここもまだ思いっきり飛び込ませていくところで入りきれない、わかりません。この入れ替えの2本目で決着がつくということになるかどうか。瀬永正雄が前、後ろから横井正志の後追い。さあどんな後追いを横井が見せる。ここはギリギリとパスポンジに当たっていった。ここが大丈夫でしょう。さあそして宮城に入っていく。近いところ、ものすごいところに入る。さあどうだ、ちょっと煙の中、それでもまだ外した。あーいいだよ、ゾーン外した。先行瀬永正雄、ゾーン外していく。さあそしてさらに S 字近いところ、うわもう遠いところ引けるか、引いた、入った。いや横に並ぶ同じカラーのこの2台のツインドリフトということで、ベスト4では小橋対